列車は高浜駅を発車しました。こちらは高浜行きの映像ですが、陪審時から高浜までは愛媛 FC のサッカー練習場や、瀬戸内海を望むことができます。番組の途中ですが、ここでニュース速報をお伝えします。異様紙が週刊軍記予報で見事に3月30日のついてる人に選ばれました。異様紙は通学鉄道系 YouTuber なので、生誕年が2007年。これは伊予鉄2100系の2110編成が落成した年でもあります。電話が繋がっているようです。伊予さん。伊予ですが、何でしょうか？当たった時の気持ちを教えてください。まさかとは思いませんでした。ほっぺたつねったけど夢がなかったです。なるほど。ありがとうございました。以上ニュース速報でした。そして列車は三津駅に到着。三津駅はかつて坊ちゃん列車の終着駅でした。